こんにちは、ミッキーです。今回は意外な穴場だけを厳選、新宿カフェ6選としてご紹介します。多くの人が行き交う東京の繁華街新宿、アクセスもよく買い物やお食事など人と集まることも多いであろう駅ですけれども、常に人が多くお店選びに苦労することが多いのではないでしょうか。そんな新宿において少し意外な立地にある都合、穴場的に利用できるお店を今回厳選してみました。今年移転したばかりの老舗喫茶店、福岡から進出した無機質カフェ、その中にもたくさんの魅力をお届けしますので、ぜひこの食欲の秋に一息つく場所として参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのは2020年6月にオープンしましたリチュエルという店です。フランス語で習慣・儀式を意味するリチュエル、2015年のビエノワズリー専門店の開店から始まり、2022年にこちらルミネ新宿にオープンしています。ビエノワズリーとはフランス語でウィーン風という意味、お菓子のようなパンを指すことが多く、日本で言うと菓子パンのようなイメージでございます。そんなフランスの古き良き製パン技術と旬の素材を生かして作られるビエノワズリーが楽しめるパン屋さんから始まったリチュエル。今回訪問したリチュエルカフェではパンはほとんど販売されておらず、ケーキが主体になっているようでございました。ケーキは厳選された小麦、卵、牛乳に四季折々の旬のフルーツを加え、フレンチのエッセンスを効かせたメニューをラインナップしています。ちなみにリチュエルさんのブランドカラーはブルー、リチュエルブルーという鮮やかなブルーで、清々しいパリの5月の青空をイメージするとのことです。鮮やかで突き抜けるようなブルーが暮らしに気づきとアクセントを与えてくれますようにというメッセージが込められています。そんな洗練された空間の中で、まるでフランスのカフェのような雰囲気を味わうことができます。こちらのカフェはアフタヌーンティーが有名な一方で、土日祝日は朝8時、平日でも朝9時から営業していますので、実はモーニングも大好評。新宿駅の駅地下施設の中で朝から営業している数少ないお店だと言えます。そんなリチュエルさんでこの日は朝のスペシャリテモーニングプレートをカフェラテセットでいただきました。こちらのモーニングメニューは11時までの提供で、シンプルにクロワッサンと食パンのトーストだけのセットもございましたので、お腹の空き具合に合わせて注文してみてほしいです。さてこちらのスペシャリテモーニングセットですけれども、クロワッサン、食パン半分、サラダ、ベーコン2枚、スクランブルエッグにオレンジジュースもついている贅沢プレート。特に注目のリチュエルのクロワッサンはなんと発酵に30時間以上もの時間を費やし、フランス産のバターをふんだんに使用した贅沢な一品、ご褒美クロワッサンとして本家のパン屋さんでも人気が高いとのことです。続いてご紹介しますのは2023年10月に移転オープンしましたコーヒーセーブの本店です。数ある東京のレトロ喫茶の中でも有名なコーヒーセーブ、その世界観に加え立地の良さもありまして、老舗喫茶店の中でもとりわけ人気が高いお店です。昭和をモチーフにしたモダンな雰囲気の古いが新しいを追求し続けるお店。東京オリンピックが開催されました1964年に創業し、純喫茶の名店として59年の歴史があります。といっても創業時の店舗はビルの取り壊しに伴って2023年8月に一度閉店、以前にも私のチャンネルでご紹介してるんですけども、そちらは移転前の店舗になっています。その閉店から2ヶ月後の2023年10月には現在の場所、花道東京歌舞伎町のビルに移転しまして、再びその魅力を発信し続けています。歌舞伎町エリアあまり治安が良くないイメージかもしれませんけれども、こちらは新宿区役所の隣にありますので比較的安心することもできるかもしれません。
今回訪れました花道東京歌舞伎町のビルは和をテーマに設計されまして、日本文化を発信する新たなランドマークとしても注目を集めているとのことです。ですのでこちらコーヒーセーブ以外にも探索してみるのもいいかもしれません。さてそんな花道東京歌舞伎町の2階にお店を構えているのがこちらコーヒーセーブ本店。お店の象徴であるステンドグラスや重厚感のあるソファー、温かみのある照明といったインテリアは元の店舗からそのまま移設されました。さらに世界的にも有名な松本ステインドグラス製作所が手上げました新しいステンドグラスも配置されています。松本ステインドグラス製作所は国会議事堂中央広場のステンドグラスの修復事業や青山学院大学のガウチャー記念礼拝堂なども手掛けました日本屈指の工房としても知られているとのことです。ステンドグラスもしくはステンドグラス風のインテリアをお店の内装に採用している純喫茶は他にもあるんですけども、このインパクトは随一必見の見どころになっています。その技術は明治から受け継がれまして改良を重ねた匠の技が光っています。さてそんなこだわりの内装も注目ですけども、もちろんメニューも豊富、香り高いコーヒーや昔ながらのパフェなど豊富なメニューを取り揃えています。そんなメニューの数々は店舗の入り口にあります食品サンプルからも確認できまして、まさにその食品サンプル自体が昭和レトロな純喫茶を感じることができます。客層としましては若い方から年配の方まで幅広い層に支持されつつ、最近では SNS の影響もありまして外国人の方の利用も増えているとのことです。さてそんなコーヒーセーブさんでこの日は名物の新宿特製オムライスのセットを注文しています。とても大ボリュームで出来たてふわふわの状態でいただくことができます。今回いただきましたように平日の11時から14時までのランチタイムにはミニサラダとドリンクがついたお得なセットでいただくことができます。そんな名物のオムライス、特徴的なのはライスを包むタイプではなくてライスにオムレツを乗っけるスタイル。ご覧のようにドーンと構える大きなオムレツはなんと卵を6個も使用しています。その下にはケチャップライスと自家製のデミグラスソースがたっぷり。この迫力のあるオムレツにスプーンを入れると絶妙な半熟具合でございまして、ケチャップの上に広がっていく様子も必見です。ご覧のように真ん中で割っていただいて、そのトロフワの食感を目でも確認してみてほしいです。ちなみにこちらの店はフリー Wi-Fi と電源もある喫茶店としても魅力的です。長年新宿のサラリーマン御用達だったお店なだけに、今もなお憩いの場として機能しています。続いてご紹介しますのは、卵好きが卵好きのために作った LA ナンバーワンの卵料理専門店 X ラット。 LA セレブに愛される朝食としてブームを起こした X ラット発祥の店が日本に上陸、2019年9月にオープンしています。日本1号店のこちら X ラット新宿サザンテラス店はオープンしてから4年が経つ今もなお行列ができるほどでございます。印象的なのが外国人人気の強さ、実際に店舗を訪れてみても体感 70% 以上が外国人で、まるで日本にいないかのような錯覚を起こしてしまうほどでございました。と言いますのも、この新宿サザンテラスの近くにはバスタ新宿がありまして、バス移動の拠点になっていますので、そういった背景もあるのかもしれません。さて X サラットさんですけれども、アメリカの定番料理 X サンドの革命児としても知られています。2011年に1台のフードトラックからスタートした後、ブランド創立以来あらゆる卵好きを魅了しています。ロサンゼルスのグランドマーケットの一角に構えるフラッグシップ店では今もなお行列が続いているとのことで、ここ新宿の店舗でもアメリカ本国より受け継いだレシピをもとに厳選した素材、一流シェフの技法、洗練されたデザインで構成される究極のエッグサンドをいただくことができます。また X ラットさん同じ階にはブールアンジュといいますベーカリーショップも併設していまして、そちらでは世界中から厳選した小麦と旬の素材を掛け合わせた日常に彩りをもたらすパンを提供してくれていますので、そちらをいただくのもおすすめです。さてこの日はスラットを注文。先ほどご紹介しました通り X ラット発祥の店舗はここの店、ガラス瓶に発酵バターを混ぜ込んだマッシュポテトと卵が入っていまして、よく混ぜてバケットにつけながら食べるスタイルは必見です。アメリカの食を知るという意味でも体験してみてほしいです。
ちなみに店名にもありますエッグのこだわりとしまして、卵は日本全国から厳選した契約農園の平飼い卵のみを使用。さらにエッグサンドには自家製のブリオッシュを使用するなど素材にもこだわっています。さて今回は日本限定のルート20サンドというものをいただきました。実はそばに映っています将軍バーガーさんとのコラボ商品もいただいたんですけども、残念ながらそちらは8月末で終了してしまっています。さてこちら日本限定のルート20サンド、とろけるくらいに仕上げられましたスクランブルエッグと絶妙な火加減の半熟目玉焼きをダブルで堪能できる一品。ここでしか味わえないサンドになっていますので、余裕があればぜひこちらもお楽しみください。続いてご紹介しますのは田島屋コーヒー店本店。こちらも先ほどご紹介しましたコーヒーセーブさん同様、東京オリンピックが開催されました昭和39年に新宿西口の思い出横丁にて創業されました老舗の純喫茶。誕生から50年以上にわたりその歴史と伝統を育んできています。新宿駅近くの角地に佇みまして、外観からすでに特徴的。時代の流れとともに変わりゆく街の風景と行き交う人々の姿を目の当たりにしてきました。実は喫茶店以前からの変遷を含めますと73年の歴史があるとのこと。昭和20年、創業者であります倉田さんが旅行カバンと雑貨の卸と小売を開始。そこから洋品店を経まして、現在の喫茶店の前身になります純喫茶エデンを開店したとのことです。ということで喫茶店だけでも57年の長い伝統を誇っています。さていざ店内に足を踏み入れますと、長い年月をかけて磨き上げられました木のぬくもりが心地よく、クラシックな雰囲気が広がっています。 BGM とジャズが流れる落ち着いた空間で、新宿の雑踏というロケーションと店内の雰囲気のギャップが絶妙でございます。座席数は多く、1階2階ともにカウンター席とテーブル席を配置しています。カウンターの棚に並んでいます様々なアンティークのカップ、その前で一杯一杯丁寧にコーヒーを入れてくれるバリスタさん、テーブルには銅製のシュガーポットや喫煙者の方用に灰皿とマッチが常備されています。そのため20歳未満の方の入店ができない点だけご注意ください。そんな田島屋コーヒー店では、厳選された木豆を自家焙煎し、心を込めてネルドリップで入れるこだわりを長年の間継承しています。ネルドリップはペーパードリップとは違って布製のフィルターを使用していますので、よりしっかりした口当たりのコーヒーをいただくことができます。豆はこの道30年以上の職人が目利きをしまして、世界各地から厳選した木豆を入荷し、最高等級品のコーヒー豆を常時16種類以上取り揃えているとのことです。そんなこだわりのコーヒー店で、この日はホットケーキセットで注文しました。こちら田島屋コーヒー店のホットケーキは、老舗甘味どころのどら焼きの皮を使用しているとのことです。あのドラえもんが大好きなどら焼きのモデルとなった時屋さんのどら焼きだと思われます。その味わいをぜひお試しいただきたいです。ホットケーキにはホイップとブルーベリージャムが添えられまして、隠し味に味噌が加えられているといいます和風のアレンジ、細やかに詰まっていまして薄い仕上がりになっています。それでいてふわっとしていて素直な生地になっていますので、ペロリといただくことができます。もう一つはセットでいただきましたコーヒー、特別に改良しました直火式の焙煎機にてスモーキーな香りにこだわり、じっくり丁寧に深入りで焙煎しています。焙煎機も実際にお店にあるんですけども、そちらは撮影ができませんでしたので、ぜひご自身の目で確認してみてほしいです。続いてご紹介しますのはポスコーヒーさん。福岡の人気カフェポスコーヒーの2号店が2024年4月新宿にオープンしています。入り口が少し分かりにくく、意識して過ごしていないと見逃してしまうほどでございます。まさに隠れ家のようなこちらの店、入り口のドアからは店内を見ることはできず、 P の文字があります扉が目印です。無駄なものを排除し、本質的なものを表現しようとする考え方、
ミニマルアートに通じる雰囲気が入り口からも伝わってきます。ポスコーヒーさん自体デザイン会社であることもありまして、そんなお店の内装デザインにも特にこだわりを感じます。もともと倉庫だった場所をリノベーションした店内はコンクリートの壁や床がそのまま生かされました無機質な空間です。グレーのワントーンでまとめられたデザインはとてもスタイリッシュでございます。大きめのアンティークのガラステーブルやオリジナルデザインのテーブルや椅子が配置されまして、インテリア一つ一つにもこだわっています。また決済方法としましてもキャッシュレス決済のみ対応でございまして、こちらもミニマリズムを感じます。一方でスタッフの方は柔らかい雰囲気で温かい接客なので、リラックスしつつ気持ちよく過ごせるような心地よい空間になっています。店内にはキッチンスペースがありまして、クッキーやスコーンなどは形成から焼き上がりまで全てお店で行っているとのことです。ということで提供されるメニューは全て手作りで、店内には甘く香ばしい香りが漂ってきます。さて、この日いただきましたのは SNS でも注目を集めています看板メニュー、ティラミスプリンパフェ。他にはパリブレストといいますフランスの伝統菓子もありまして、そちらも見た目が気になったんですけども、今回は我慢しました。また合わせてクリームソーダをいただいています。クリームソーダは店内の雰囲気にぴったりのブルーのクリームソーダで、こちらも十分満足感たっぷりでございました。さて、お話戻りまして、ティラミスプリンパフェについて、大きめなグラスの中にコーヒーゼリーやクリーム、アイスやメレンゲ、そして一番上にはプリンが乗っています。聞くところによりますと、トップのプリンはやや固めムチムチのマスカルポーネプリン、プリン単体でも十分に絶品な上質でコクがあるスイーツでございました。最下層のコーヒーゼリーと混ぜて食べるのもおすすめで、最後まで楽しむことができました。そして最後にご紹介しますのは、新宿テラス&バンビーナ新宿東口店でございます。新宿駅から徒歩1分とアクセス良好なチーズ料理専門店新宿テラス。ご覧のように2名から利用できます個室タイプのお店がたくさんありまして、新宿の交差点が一望できるため観光客の方にも人気がありそうなスタイルです。個室の部屋もそれぞれ内装が異なっていますので、訪れるたびに新たな発見もありそうです。ですので、デートだったりとか少人数での飲み会に少し落ち着いて楽しむ場所としてもおすすめかなと思っています。メニューも様々用意されていますので、お好みのものを少しずつ頼んでいただいてシェアしながらいただくのがいいかもしれません。特におすすめなのは溶岩パスタでございますので、ぜひとも注文していただいてその味を楽しんでほしいです。さて、この日はまずドリンクでノンアルコールのジュースをセレクトしています。左側のフルーツクリームソーダはメロン、ブルー、マンゴー、レモン、ストロベリーの5種類から選ぶことができます。見た目も可愛らしく女子受け抜群。レモンとストロベリーは数量限定とのことでございました。もう一ついただきましたフルーツジュースはアルコール、ノンアルコールどちらもご用意がありましたので、アルコール好きな方はアルコールでもいいですし、アルコールが苦手な方はノンアルコールでも楽しむことができます。先ほど映していました通り、いちごがゴロゴロ入ったソーダはさっぱりとした味わいで、甘いドリンクが苦手な方でも美味しく楽しめるかなと思いました。さて、ここからはフードメニュー。まずはトロトロ温泉卵のシーザーサラダ。温泉卵のトロトロ感と粉チーズがサラダにマッチしていまして、どんどん食べ進めてしまえるようなサラダになっていました。また添えられましたクルトンの歯ごたえもちょうどいいアクセントになっていました。さて、合わせていただきましたのはガーリックシュリンプ溶岩チーズパスタ、加えてチーズ屋さんの穴あきチーズケーキです。今回夏に訪れていますので、夏限定メニューと書かれていましたガーリック風味かつ極上のプリプリ食感が楽しめますガーリックシュリンプシリーズをいただいたんですけども、9月末時点ではまだ販売がありましたので、もしかすると期間が延長されているかもしれません。ちなみに今月からはハロウィンパーティーコースというものもスタートしていまして、3時間飲み放題付きかつ5品のメニューが4400円でいただけますので、コスパよく楽しむことができます。そちらでは真っ黒な見た目がインパクトがあります悪魔の溶岩チーズハンバーグパスタなどがございますので、ぜひインスタグラム等をチェックしていただいて注文してみてほしいです。さて、こちらのガーリックシュリンプ溶岩チーズパスタに関しましては、極上のプリップリ感が楽しめます肉厚のエビをたっぷりトッピング、コクの深いチーズの味わいに負けないようなガツンと効いたガーリックソースが常夏の島ハワイを思わせるような夏にぴったりな一皿になっていました。専用のトングでもちもちパスタと豪快に混ぜて絡めて、とろりとしたチーズの味わいを堪能することができます。
そして最後はこちら、トムとジェリーに出てきそうな穴あきのチーズケーキ。濃厚なレアチーズの味わいとさっぱりとしたベリーソースがよく合いました。なお営業時間は23時半までと比較的遅くまでやっていましたので、2軒目以降のお店としても活用できるかなと思います。以上、今回は意外な穴場だけを厳選、新宿カフェ6選としてご紹介しました。ご覧いただいたすべてのお店は、普段新宿の街を歩いている中だとなかなかお目にかかることがないようなお店ばかりでございますので、ぜひこれを機に概要欄の Google マップ等も参考にしていただいて、気に入ったお店をマーキングしていただければと思います。特にコーヒーセーブさんに関しましては、移転してから少しだけ混雑も緩和されてきたかなと思いますので、今が穴場なのかもしれません。さらにボスコーヒーさんに関しましては、そろそろ新宿御苑の秋の紅葉が見頃になってくるかなと思いますので、新宿御苑で紅葉を楽しんだ後に隠れ家的な空間としてスイーツを楽しむといったコースもおすすめかなと思います。過去にも新宿のお店いくつかご紹介してますけども、結構新宿のお店は外れのお店も多いかなと思っていますが、今回訪れたお店はいずれも店員さんの雰囲気がとても良くて気持ちよく過ごすことができました。せっかく訪れるお店だからこそ、あまり後悔はしたくないかなと思いますので、ぜひ過去の動画も参考にしつつ、新宿のカフェ巡りも楽しんでいただきたいなと思ってます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。